地域活性化に取り組む中高生のグループが6日、坂出市役所を訪れ、有福市長に高校生が作る香川県島巡りガイド瀬戸大橋編を寄贈しました。坂出市を訪れたのは NPO 法人香川活性化生徒の会会長で高松高校2年の白井康介さんと石川幸喜さん、同じく1年の麦沼雄介さん、勝賀中学校2年の田中東輝さんの4人です。 NPO 法人香川活性化生徒の会は中高生の目線で地域活性化に取り組もうと2022年4月に NPO 法人を設立し、去年9月から今年1月末にかけて吉間、岩黒島、羊石島を取材しました。なかなかこっちの四国の本土側ではないようなお祭りがあったり、さらには食文化もまた違うんですよね。でそういうところの良さを感じてもらえるように我々は、今回寄贈する高校生が作る香川県島巡りガイド瀬戸大橋編は全10ページで、島の歴史や観光スポットが写真付きで紹介され、すべてメンバーで手掛けました。事前に私も先に少し目を、会談で有福市長は次のように感謝の言葉を述べました。この離島の活性化にお力を貸していただいて本当にありがとうございます。皆さんにはこれからも未来夢がありますから、こういう街づくりをしたいなと、こういうふうになったらもっと賑やかになるなといったこともですね、この北海道本だけじゃなくて、またいろんな面で、市や町にですね提案をしていただけたらありがたいなと思っています。そうですね、今回その瀬戸内国際芸術祭とかが、去年行われて、その中でそのやっぱ瀬戸内海の島というものが注目されたと思うんですけれども、それをまだそこに知られてない島を、PR したいなと思いまして、第一弾まず坂出の島々バスで行けるんで、せっかく皆さんに行ってもらいたいと思いまして、取り上げました。そうですね、やっぱそののどかな風景というか、雰囲気がやっぱいいなという感じは受けました。やっぱり島がいいよねってことで、写真の角度とかをすごい考えながら、あとその朝とか晩とか昼とかいろんなタイミングのその風景っていうものを掲載して、撮っておいて見てもらえるような冊子を作れたかなと思います。坂出の島々、たくさんいいところがあると思うんで、ぜひ、来てもらえたらなと思います。そしてこれが坂出市民の方々、周辺地域の方々だけではなくですね、多くの方々に見てもらえる日が来ればなというように思っております。今回寄贈された冊子は500冊で、市では出先機関や道の駅などに冊子を配り PR に役立てるとしています。